皆さんこんにちは。さあ今日はね、久々に庭でラジコンをやってみたいと思います。このパイロンを並べていきます。さあどんなコースにしようかな。さあこんな感じでコースを作りました。ちょっとね、走ってみないとね、どういう風に走るのか分かりづらいと思うんですけれども、まあ、こんな感じで走っていって、で今度ここね、段々をね、登るセクションをね、こう作ってみました。ここね、ちょっとね、オフロードっぽい感じになります。でね、ここね、ビッグタイヤなら大丈夫だと思うけど、 TT02B と TT03 がね、ここをね、ちゃんと通れるかちょっと楽しみですね。でここね、バックストレートがあってね、こんな感じのコースです。さあ路面なんですけれども、もうめっちゃ砂利です。めっちゃ砂利、本当はねスパイクタイヤを履きたいぐらい、めっちゃ砂利。砂利の下がね、こうやってね、まあなんていうのかな、ちょっと湿気を帯びた砂みたいな感じ、でね、こんな感じです。路面がね、ものすごくね、走りながら変化するんで、最初はね、4駆の TT02B で走ってね、その後に DT03 で走ってみたいと思います。それでは TT02B から。いや、めっちゃ久しぶりっすよ。よっ、ね、スポーツチューンモーターですね。よいしょ。ああ、久しぶりだな TT02B。よし、よいしょ。さあ走り出しました。天気もいいし、まずは TT02B で走りましょう。慣れてないんでね、まずはね、ゆっくり走りましょう。少しね、慣れるまでゆっくり。この段々を登るか、お、登ったかな。さあ走り出しは慎重に。やっぱりね、 TT02B すごくね、走りやすいですね。よく曲がりますね。さあこの段々を、お、跳ねながらも登ってます。あー、パイロン倒してしまった。パイロンはね、倒したら起こしに行くのが面倒なんですよね。平らなね、お皿の方がね、倒れないんでね、楽なんですけれども、でもこっちのパイロンの方がね、なんか見やすいんですよね。さあ走り出しました。おー、失敗。慣れるまでちょっと難しいですね。でこの砂利の路面なんですけれども、まあ、別にね、すごい走りにくいとかそんな感じではないですね。一応ちゃんとね、曲がっていくし、オフロードっぽくね、ちょっと滑りながら曲がるみたいな、そんな感じでね、普通のサーキットで走る感覚にも少し似てて、ちょっとね、こうやってね、滑る感じとかも似ててね、そんなにすごく走りにくいなって感じはしません。さあコースを走っていきましょう。おっと、 TT02B ね、砂利がね、中に入るとステアリングワイパーがね、そこにね、砂利が挟まってしまって、たまにね、ハンドルが切れなくなっちゃうことがあるんですよね。それがね、このね、庭サーキットでやるときにね、この TT02B のね、ちょっとね、困ったところですね。今もね、ちょっと舵が切れなくなりましたね。今ちょっと確かめてますね。砂利がね、ステアリングワイパーの中に入っちゃうんですよね。それでハンドルが切れなくなって、大丈夫そうなんでね、また走り出しました。さあ。おお、やっぱりよくね、曲がりますね。結構クイックにインをつけながら曲がっていくことができます。おー、危ない。おーっと、大回り。いやー、 TT02B ね、久しぶりに走りましたけど、すごくね、いいですね。おっと、危ない。おっと、危ない。まだちょっと慣れてないですね、走り始めでね。
跳ねながら下のもと思って、ああまたパイロンを倒してしまった。拾いに行くのが面倒です。さあ気を取り直して、ああまた倒してしまった。こりゃなかなかパイロンを倒さないで走るのがね大変ですね。かといってね、意味をつかないのもあれなんでね、ちょっとここは慎重にね、慎重さとでも意味をつきたいんでね、そういった感じで頑張って走っていきましょう。お、またねステアリングワイパーにね砂利が挟まって舵が切れなくなりましたね。 TT-02 よく走るけどね、ちょっとボディの中にね砂利が入ったり、ちょっとそういうところがあれですかね。まあね、こんなね、砂利道で走るなんてのはね、こういうところじゃなきゃないと思うんでね、まあまあ、別に、TT-02B が悪いわけじゃないんで。ああ、またパイロンを倒した。拾いに行くのが大変です。さあ、おお。パイロンを倒さないように、あ、危ない、またパイロンを倒すようになりました。あ、いやさあ頑張りましょう、パイロンを倒さないように。お、いいですね、小回り。あっと、ちょっと失敗かな。さあ画面右側へ。お、いいですね。あーちょっとお前り入りが難しいですね。入りがしっかりいけば、フロントにしっかり荷重がかかればぐっと曲がっていくんで、そんな感じですかね。フロントに荷重がしっかりかければこうやって曲がっていくけど、そうですね、こんな感じで。あー調子が良かったのにまたスパイロンを倒してしまいましたね。さあ画面右側へ。お、またステアリングがあれですね、怪しい感じですかね。砂利がねすごい入っていくんですよね。さあ、お、危ない、今画面右側ね、またステアリングが切れなくなって、あの坂道をどんどん下に下ってって車が道路に出ちゃうとこでしたね。ここね、今サーボがジーってなってますけど、こいつが挟まってね、ステアリングワイパーサーボが戻りきらないでずっとサーボがジーってなってますね。さあ石がまだ挟まったままでサーボが戻りきってません。ステアリングワイパーの下のね溝みたいなところにねこいつが挟まっちゃってるんですよね。さあ今落としてます、こいつを。お、治りましたね、サーボの音も。これがねちょっとね TT-03 粘り走らせるときにね嫌なポイントですね。さあだんだん慣れてきたかな、坂の右側。さあインをつきながら、さあここのダウンダウンを登って、ここ楽しいとこですね。さあバックストレート、坂面右側のヘアピン、を小回り行きましたね。おお、今よく綺麗に曲がりましたよね。たまにね、あえてうまくね、フロントがね、荷重が乗っかると、フロントにね、荷重がうまく乗っかるとね、綺麗に曲がっていくことができますね。坂面右側。おお。TT-02B ね、よく走りました。それじゃあね、次はね、こちら DT-03 で走ってみたいと思います。ちょっとね、こっちはね、小回りが心配かな。あとこっちは肉ですね。このね、DT-03 もね、スポーツチューンモーターです。よいしょ。
さあ DT03 走り始めました。まずはね、慣れるためにそーっと走ってみましょうかね。どうかな。お、今綺麗に曲がりましたね。さあどんな感じかな DT03 は。さあ小回りはどうかな。お、ちょっと大回り。お、やっぱ操作するのがちょっと難しいですね。さあ、おお、バタバタと段々を登って、でも登れましたね。さあバックストレートをちょっとパイロン当たりそうになりながら、おお、パイロンまた倒しましたね。さあ操作が難しいかな、どうかな。さあ、お、バタバタと、ちょっとあれですね、やっぱそのバタバタするところは TT02B の方がやっぱクッション性があるというか、ダンパーがいいのか、DT03 の方がちょっとね、この路面の凹凸に弱いのかな。ここね、ここのバタバタポイント、うん、あそこは TT02B の方がよく走りますね。さあ DT03 のコーナーの曲がり方は、うん、やっぱりなんかヌルヌルと曲がる感じなんですよね。あの、私 DT03 走るときによくヌルヌルと曲がるって表現するんですけれども、うん、久しぶりに走ってみてもやっぱヌルヌルするなって思いますね。ぬるぬると曲がっていく感じですね。ホイールベースが長いからだと思うんですけどね。でもね、面白いんですよ、ぬるぬると曲がりながら。さあパイロンを何回か倒しながら、いいんです、パイロンを倒すたびに上手くなるんです。さあ画面右側、おっと大回り。さあフロントになんとか荷重を乗っけて、お、バタバタと。さあバックストレート、フロントに荷重が乗っかれば曲がるかな。おお、今は曲がらなかったですね。うん、難しい、フロントに荷重をかけて曲がるのが。おっと、さあ頑張ろう。さあ頑張ろう。特にね、砂利だからすごいグリップしないとかそんな感じはないですね。逆になんか砂利に引っかかる感じで。そしてですね、普通にオフロードサーキットを走ってるようなそんな感じでは走れています。全然グリップしないとかそんなことはないですね。逆にオフロードを走ってるようなそんなオフロードっぽい。さあ小回りが難しいか。さあバックストレート、さあ髪右側へ。うん、小回りが難しいかな。でもフロントに荷重が乗っかればなんとか曲がっていく。お、今いいですね、ヘアピン。さあ、お、今も綺麗に曲がりましたね。お、ここも今綺麗にやっと曲がることができましたね。アクセルワークと、そうですね、アクセルワークでコーナーの手前で、あー倒しちゃった。コーナーの手前でね、フロント荷重にして前タイヤをちゃんと引っ掛けるようなイメージなのかな。この砂利だと前タイヤにグッて荷重を乗っければグリンって曲がっていく、そんな感じですね。それがうまくできるかどうかですね。おお、おお、慣れてきましたね。少しずつうまくコーナー曲がれるようになってきましたね。さあバックストレート、さあ画面右側。あー、曲がれないときは全然曲がれないですね。難しいですね。さあバタバタと登って、いやでも練習になりますね。おお、危ない、パイロンを倒す人になった。お、その後綺麗に曲がった。お、今のところもまた小回りうまくいきましたね。だから操作が上手い人なら肉でもね、しっかりやっぱ走れるってことなんでしょうね。自分は下手くそなんでね、曲がれたり曲がれなかったり非常に難しい。今みたいに入りが悪いとね、ちょっともうこうなっちゃいますね。今のところは良かったかな。
さあ画面右側、ちょっとコーナーのね、焦点でね、クリッピングポイントで止まっちゃうような、もうちょっとスピーディーにクリッピングポイントで減速しすぎないようにコーナー抜けていきたいですね。おー、なかなか難しい、意識すると難しいですね。いやでも非常にね、練習になりますね。もう常にうまくは走れないけど、たまにうまく走れた時にやったって思いますね。おっと、雑なアクセルワークをしてしまうと今みたいにコーナーでね、リアがスライドしてしまいます。丁寧にね、アクセルを握りながらクリッピングポイントを超えたあたりからアクセルを入れていく。いやー、もうキャンプスタジアムで走りたくなってきますね。このね、庭で走りながらね、少しずつリハビリをしていって、ちょっとね、キャンプスタジアムにね、去年の11月ぐらいからかな、行けてないんでね、ちょっとリハビリをしながらね、またコロナが落ち着いた頃にキャンプスタジアムに走りに行きたいですね。それまではね、たまにこうやって庭とかね、あとは、荒れた田んぼ、使ってない田んぼのね、そのランサーキットでね、走らせながら。さあ、BC03、よく走ります。いやー、DT03 ね、難しかったですね。難しかったけど、楽しかった。俺ね、肉が嫌いなんだけど、おかしいな、肉が嫌いなんだけど、でも楽しかったです。練習になりました、すごく。アクセルワークがね、意識しないとちょっと小回りで曲がるのが難しいかなっていう、そういう感じでしたね。まあ、TT02B の方がね、楽しくね、何も考えないで小回りできるしね、非常に走りやすいんですけれども、TT03 もね、楽しかったです。いや、庭さ、きっとね、コーンが倒れるとね、拾いに行くのがすごい大変なんですけれども、直しに行くのがね、でもね、すごい良かったです。楽しかったです。じゃあね、次回、モンスタービートルとね、ランチボックスをね、ちょっとね、タイム競争させてみたいと思います。お楽しみに。それではね、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。さようなら、バイバイ。